儀式。どうもこんにちは、篠原です。今回は集中力が高まる儀式について話したいと思います。はい、集中力が高まる儀式ですね。で、何かっていうことなんですけど、単純です。ボールペン用意してください。で、ボールペン用意してペン先をずーっと見てください。で、30秒ぐらいじーっと見てみて何かやり始めてください。で、こうすると集中力が上がります。ペン先ですね。ペン先、まあもちろんシャーペンでもいいしボールペンでもいいんですが、ペン先を30秒ぐらいじっと見るっていうことをやってから勉強し始めてみてください。で、もしペンがない人、まあこれから勉強やろうっていう時にペンがないとあんまりないと思うんですけど、例えばまあ電車の中で単語帳を見るとかね、そういう時にペンをわざわざ出すの大変だと思いますが、そういう時は爪先でもいいです。爪先、自分の指先でもいいです。指先を30秒じっと見るっていうことをやってみてください。じっと見るということをやるといいと思います。で、これなんで集中力が上がるかなんですけど、人間ってやっぱり切っ先ってやっぱり集中するんですよね。やっぱ見るんですよね。まあ多分危ないからとか本能的に何かだと思うんですけど、そのじっと見てるとやっぱりこうアドレナリンというか脳みその中でこう集中するぞっていう感じになるんだと思います。パッと本を見て、本ってやっぱりこう平面ですよね。ごめんなさい、逆だ、こうだ。こう平面になっているものをこうやろうとしてもやっぱりあんまり集中力って出ないみたいな感じになると思うんですけど、ボールペンの先ってこうなってて、やっぱこうなんで、ここを見るのとここを見る、全然その尖ったところを見るっていう意味ではこっちの方がいいんですよね。で、ここで一旦集中力をつけて、おし、やるぞと思ってから実際の勉強に移っていくというのがいいんじゃないかなと思います。です。まあ集中力に関してはいろんな人がいろんなことを言っています。で、僕は何かしらの儀式があった方がいいと思います。まあ机の前に座ってって言って大きく息を吐いてからやるとか、まあこれでもいいんですけど、何かしらの儀式、これから勉強するぞっていう何か一個アクションを設けといた方が多分、勉強加速度的にうまくいくと思うので、ぜひ何かしら一個作ってください。で、それをちょっとやってみて、で、うまくいきそうだったら、それから継続してやればいいし、ああダメかなと思ったら変更すればいいんで、ぜひこれやってみてください。はい、ということで今回は儀式ということで僕なりの話をしました。ぜひ皆さん、何かしら、イベントを作ってやってみるのがいいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあね、イチローのね、こうやってやるやつとかね、まあ何でもいいんですけど、何かしらある人は多いと思います。で、やっぱり作っておくと、その勉強やるぞっていうスイッチがオフとかオンとかになりやすいんで、ぜひ何かしら持っておくといいと思います。何でもいいと思いますよ。何でもいいと思うけど、やった方がいいと思う。で、まあ、ちなみにですけど、僕は何やったかっていうと、時計を見て、試験の時ですね。試験の時は時計を見て、30秒ごとに深呼吸するっていう方法をやってました。で、多分過去動画で話したと思うんで、よかったらそれ見てみてほしいなと思います。最後になりますが、過去動画をまとめサイト作りました。今や投稿式動画、体系的にまとまってるんで、よかったらそちら見てください。今後もこういう勉強役立つ情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。